するのは、アザパーと読むのかはちょっとわからないですけれども、から出ています。型番が GM60A という、プロジェクター、LED プロジェクターになります。特徴としては、Wi-Fi で無線 LAN 機能があって、800ルーメンですね。価格帯にすれば、まあ、そこそこいい方かなというレベルですね。っていうのと、あと一応フル HD に対応していること。まあ、あと、この他には、インターフェースに関してはね、一般的に豊富なブロになっています。VGA、HDMI、USB、になっています。リモコン付きになっていて、色はブラック、となっています。写真のイメージですね、こちらになっています。はい。それではね、実際、実物の方なんですけども、こちらになります。はい。ではね、セット内の方を紹介していきたいと思います。外箱、本体、マニュアル2種類と、リモコン、電源ケーブルですね。あと、コンポジットですね、のケーブルとなっています。はい。それぞれ紹介していきたいと思います。まず、マニュアルなんですけれども、2種類ついていまして、片方が一般的な、細かいところのケーブルですけれども、基本的に英語のみとなっています。もう一方が日本用の、日本語マニュアルですね、ついています。こちらも先ほどのものをほぼ訳したものになっていて、機能もすべてご紹介されているかなというところです。特に読みにくいとかっていうこともなく、問題なく使えるかなと思います。初めてでも問題ないですし、Wi-Fi 機能なんかも紹介されています。はい。続いて、リモコンですね。はい、こちら、リモコンになっています。こちら、まあ、汎用品ですね。一応、単4電池、2本で動作します。電池の方は付いていないので、別途自分で準備する必要があります。紙通し。はい。電源ケーブル。こちら、普通のメガネの、普通の電源コンセントで、長さがだいたい150センチというふうになっています。続いて、コンポジットですね。三色端子と言われているものですね。昔の古い機器とかを接続するものになっています。こちら、長さが20センチとなっています。はい。最後、本体ですね。こちら、紹介ですね。重さの方がですね、だいたい 929g となっていまして、ほぼほぼ 1kg かなと思います。商品機器と合わせればほぼ 1kg となっています。正面から、レンズですね、レンズカバーを外すとレンズが出てきます。はい、横、ピントと台形補正ですね、と電源、先ほどの電源ケーブルですね、になっています。後ろ、で、VGA と、リモコン用の IR ですね、赤外線の受信コードになっています。正面側の右になるんですけども、こちら入力関係ですね、HDMI と SD カード、 USB のインプットとアウトプットと、あと AV、 さっきのコンポジットですねの方を入力するものになっていまして、あとヘッドホン用の 3.5mm のアウトプット、オーディオのアウトプットになります。こちらが付いています。はい。最後裏面ですね、あ、表面もあるな。三脚用の穴と、高さ調節する足ですね、があります。はい、最後ですね、こちらが上ですね。こちらシンプルなものになっています。デザイン性が若干ありますけれども、内容としてはさほど珍しくなく、電源と OK、上下、エスケープ、キーとインプットの変更ですね、になっています。見た目は結構いいんですけれども、内容的には一般的なので、特に迷うことはないかなと思います。はい。それではですね、この後、引き続き、実際投射しているところですね、日中ですけれども、明るい状態でもどれぐらい投射できるのかっていうところを見ていただくのと、あと、Wi-Fi 経由での接続ですね、そちらの方もデモンしていきたいと思います。はい、以上です。今回紹介しましたのは、アザパーというんですかね、から出ています、LED プロジェクター GM60A というものになりました。はい、以上です。
Thank you.